はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。今回、私が物販セラーとして日々行っている、かつ物販コンサルタントとして皆さんにお伝えしている、日本人セラーが中国から商品を買い付けてアメリカアマゾンで販売するという手法のメリットって一体何なんだと。なぜ日本人セラーなのか、なぜ中国商品なのか、そしてなぜアメリカアマゾンで販売するのか、この選択肢が選ばれた理由、私の中でこれがベストのルートだなっていうふうに考えている理由についてお話しさせていただきます。では早速話をしていきますと、中国人って一言で言えば貪欲さがあると思うんですよ。貪欲さって悪い意味じゃないんですよ。商売に貪欲さっていうのは大切だからなんです。例えば三方よしの堅実な物販を行うという前提であれば、もっと稼げるんだったらもっと稼いでもいい、もっと展開できるんだったらもっとビジネス展開していって叱るべきって、そういう好戦的な感じですね。誰かを被害者にするっていうのはダメですけど、そうしないっていう前提であれば、大きくできるもんなら大きくしていきましょうっていうのが貪欲さだと思うんですね。で、これが良い方向に働くときも悪い方向に働くときもあるんじゃないかなって思います。次に、日本人って一言で言うときめ細かさなんですね。今度はきめ細かさってすごくいい言葉に感じるかもしれないですが、周りの世間体を気にするっていう感覚も含めて、周りに対するアンテナをすごいきめ細かく張っているっていうのがあるんじゃないかなと思います。最後に、アメリカ人なんですが、一言で言うと小ざっぱりなんですね。小ざっぱりっていうと細かいことを気にしないって、これまたいいことに感じるかもしれないですけど、販売する側、仕事をする側もサービスが結構おおらか、悪い言い方すれば遅かったりだとか、そういった弊害っていうのはあります。だからこの貪欲さだとかきめ細かさ、小ざっぱり、それぞれの国民性っていうのを一言でまとめて言っちゃいましたけれども、一つ一つの言葉っていうのは一長一短だっていうふうに捉えてください。日本人セラーが中国から商品を仕入れてアメリカで販売するっていうのは、一言で言えば一番合理的だから、私は一番いいと思っている、もうこれに限るんですけれども、その意味、その理由っていうのを話しさせていただきますね。まず、貪欲さがある中国人っていうのは商品開発力がパないです。半端ないです。しかもコストっていうのが日本と比べると当然ながら安いですよね。人件費が安いってことです。中国の商品開発力っていうのに依存はしないですけれども、もう任せちゃっていいかなって考えてるんですよ。自分で考えてもいいけど、開発してもいいけど、やっぱりコストもかかるし、スピード感もないんですよね。日本の誰かに頼むとかになっちゃうと。だったら中国の商品開発力をうまくね、活用して、お互い、中国のこの工場の人も自分たちセラーっていうのもお互いプラスになればいいんじゃないのかなっていうふうに思ってるので、中国の商品開発力、中国人の好戦的なビジネスに対するこのガンガン進んでいく感じっていうのをそのまま活用したいので、中国人、中国から商品を買い付けるっていうのがいいかなって考えてます。で、日本人なんですけども、日本人ってきめ細かさがあるって申し上げましたが、それって顧客目線なんですよね。例えば商品ページ作りだとか、商品ページを作って商品を販売した後、お客さんのサポートっていうのが、我々普段、例えばそこら辺のお店行って、これなんか不良品だったから返品してくださいって言うと、嫌な顔を一つせず返品対応してくださるじゃないですか。なので、そういったことが当然だと思って我々は育ってきてるので、自分たちがそういったことを当然のこととしてすることができるんですね。で、これって中国人とかアメリカ人にしてみたらすげえことなんですよ。なので、セラー目線で考えると、日本人がセラーになることによって、このきめ細かい対応っていうのが、商品ページ作りを行う際にも、販売する時にも、アフターケアをする時にもできるっていういうことなんですね。要するに、ここ上にちっちゃく書きましたけど、昔はメイドインジャパンが素晴らしいと、日本製っていうのが素晴らしいって考え方なんですが、今後世界っていうのはソールドバイジャパニーズの時代になってくると思います。要するに、日本人によって売られているってことが一つのブランド価値として、強みとして生きていくっていう風になっていくと思いますし、もうなっていますから、日本人がセラーという立ち位置でこの物流の中にガツッと立っているっていうのは、それだけで非常に有益なことだと考えています。最後に、じゃあなんでアメリカ人に販売するの、アメリカアマゾンで売るのってことなんですが、アメリカの方たちは小ざっぱりしています。要するに、個人主義、合理主義なんですね。まず個人主義についてなんですけど、自分はこう思う、要するに自分はこれが好きだって思ったらそれを買ってくださる。日本人みたいに、もしくは中国人みたいに、そのブランド志向があんまないんですよ。だから、シャネルだから買うだとか、ルイ・ヴィトンだから買うじゃなくて、安いもの
ものであろうが高いものであろうが無名のブランドであろうが自分がいいと思ったものはいいんだっていう考え方を持ってるので、商品が別に我々シャネルじゃないじゃないですか、アディタスじゃないじゃないですか、ナイキじゃないじゃないですか、そんな我々の商品っていうのも受け入れていただきやすいような環境っていうのがこの精神面からあるわけですね。さらにこの合理性、これ非常に重要なんですけど、合理性っていうのは例えば商品を送った、もちろん検品梱包しっかりしますか、代行会社を挟んで、でも万が一不良品が届いちゃった、お客さんどうするか、返品するんですね。もしくは万が一思ったのとサイズ感が違った、お客さん返品するんですよ。なぜならばぐち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 返品しないで批判的なコメントを書く時間と労力があれば、その時間と労力を使って梱包をもう一回し直して送り返してお金を受け取った方が合理的だからですね。返品返金対応を当然の権利として行っている、まあこれは合理性プラス権利主義っていう考え方もあるんですけど、当然の権利として返品した方がいいよねっていう考え方を持ってます。だから万が一ね、もちろん不良品なんて初めから送るつもりなんてみじんもないですけど、万が一不良品を送ることになってしまったと、こちらの抜けがあってね、もしくはサイズ感っていうのがお客さんが思っていたものとは違った場合も、そのお客さんっていうのが単純にぐちぐち低評価のコメントを書くよりも返品返金対応っていうのを求めるっていう方が合理的だと考えてくださっているので、非常に顧客対応がしやすいっていうことが挙げられます。というわけで今回は、日本人セラーが中国から商品を仕入れてアメリカに売るっていうのはどんなメリットがあるのかっていうことをお伝えしました。ちなみに私、物販のコンサルティングやってるんですけども、コンサルティングの意義一つだけお話しさせていただくと、商品をここで精査して、で我々っていうのが最終関門になって、その後商品を販売するわけですよね。この商品の選ぶ段階、精査する段階だとか、商品ページを作る段階、一つ一つすべてダブルチェックをがっつり行うっていうのがコンサルの一つの目的です。自分一人の目で見てしまうと、いくらきめ細かい考えを持っている日本人の方であっても、もうたくさんの見落としだったり、場合によってはアカウント停止に至るような危険な商品を選んでいる場合も計らずしも結構あるんですよね。そういうところをダブルチェックすることによって、コンサルティングっていうのは成り立ってるというか、そこがコンサルティングのアピールポイントでもあります。かつですね、実際の作業、商品のリサーチに関しても、商品の登録に関しても、実際にスカイプで画面共有しながら一緒に見たりだとか、あとは生徒さんが調べられた一つ一つの商品も動画で、私が生徒さんのためだけに動画を撮影して動画で解説したりとかもします。ですから今回の話にプラスアルファもう一つだけ言わせていただくと、きめ細かい日本人は向いてるっちゃ向いてるんだけれども、それはまあ傾向であって、実際に物販セラーとしては基礎的な知識だけではなくって、いろいろな考え方、どういう商品がいいのか危ないのか、どういう商品の出し方すればいいのかっていう、そういう細かい具体的なステップに関しては、第三者の目を通して、別にコンサルの安い宣伝文句じゃないけれども、第三者の目を通して何度も何度もダブルチェックしながら進めていくのが一番安全策なんじゃないかなと、個人的には思ってやみません。というわけで最後までご清聴ありがとうございます。もし今回の動画参考になりましたら、高評価チャンネル登録いただければ幸甚でございます。では失礼いたします。